戒めはここで終わりにする。ライデン・メイ、一体何があなた様をそれほど無様な結末に落としたの。アポニア、よかった。あなたが小私の最後の疑問がようやく解けたわ。私たちを守ってくれるのは、未知に対する渇望は一つの事。そんな曖昧な表現はしなくていいわ、アポニア。事の本質はそんなに複雑じゃない。事実、あなたは私の運命なんて見えてないんでしょ。予言の死でもあなたが古。打ち落とす。あなたは鷹の湯。私は楽園で王。勇気と決心を、なんというせ、何の意味も。残念だけど、私は運命が見えるよ。それ以外の者たちが、ただあなた様なら楽園に変化をもたらすと思っていたけど、あなた様を正しい運命が見える。あの光景を見というより、原因がわからない気になったから。あなたはここで。そうでもない。後者は私だけができる、メイ。どうやらあなたはもう一人。アポニア、もそれが、まだあなたの知っているように、その後私は戒律で人々を変え、彼らの最後、私は人類を隔絶した個体にしようとした。あの時私はあらゆれもね、メイ。あの瞬間が来る時、あなた、その通り。もしもある。あんな。さあ、最後のチャンス。役に立たない好奇心を抑えなさい。ここまで。燃える。メイ、どうしてもそうするというのなら、私が。その岐路を完全に断ち切りましょう。一刀両断。その執念でさえ戻れぬ一環なのか。シュッシュッ。メイ、これは私が見えない方がいいと思った理由。束縛があなた様の理性を呼び戻せないのなら、私は痛みを与えるしかない。ここにアポニアは。私は運命に意志を付与し、そしてその威厳に満ちた美しい名前を手に入れた。雷の律者よ、目を覚ませ。そして救いを手に入れよう。シドリバットン。シュン。ホエナさん、クリから。心を蹂躙する。雷鳴。そうだと思うのなら、私も潔く認めましょう。あなたの生存のために、高潔なものに犠牲になった。強風よ、私に服従しなさい。これはグレーシュの贈り物。ビビたる技。それは一人の律者が洪水の中で抗う
醜い姿なの？これらの変更は許されない。服従しなさい。己の過ちを悔いるな。一刀両断。吠えなさい、クリカラ。これじゃあまだ足りない。フレッシュの助けは予想外だったけど。じゃあさぞかし私に会いたかっただろうな。渡りガラス。すまない、クラインを説得するのに時間がかかった。覚えておいてくれよ、お嬢様。今回のことは手にしておくからな。雷鳴が。一刀両断。吠えなさい、クリカラ。あなたの負けよ、アポニア。私たちは本当に勝負のためにここに来たと思う、メイン。あなたはまだ信じて疑わないの？メイン、ようこそ。身をもって自身の書へ。さっきまでのことは最初から何？私はあなたを傷つけ、あの怒りもあなたの演技だった。あなたの前でそんなし、けどそれは現今武器を手に私に近づくと、あなた、つまりあんな簡単なやり方で起こりうるあらゆる不足を防ぐなんて。さっきの戦闘で私はかなりの力を消耗した。ただの幻覚にして。そう言わないで、メイン。あれらの布石も何のこと？先ほど空に現れたあの絵は、そういう形であなたの一部を戦闘の中に。計画じゃないわ、偶然よ。これはただの偶然。どれが欠けていてもああいった状況にはならない。そうな。私に勝って殺したとしても構わなかった。たとえ私の本心、あるいはほら、そうやってメイが正直に話すこと。ただの冗談だから。そう禁じ、まだ疑っているのは分かっている。私は確か、月末は近づいている。メイ、少なくとも私が行動を変え、けれどそれと同時に私は別のことを確信した。たとえすでに決まっている結末があなたにとってきっと変えられると信じてるから。変えられないとしても私と仲間は長い間策略の中誰かに支配されることを。変えられない結末はあまりにも、そうした結末はまだメイ、あの時最初から最後までだから。けどあなた、それであなたはこの古の。いいえ、私はあの人の全てを覚える。あの人の命が私と交わる。彼女の生き方を、戦い方を、その人生の中で何に気づいたの？今の私たちのように、あの日、そして14日後、エデンが彼女のために用意した新しい衣装が完成した。彼女の目に、そしてわかるでしょう、メイ。未来は変えられなくても、けど
私にはわからない。あの人はこの10日間、ええ、やはりあなたはずっと第13律者の居場所、第13律資格、私にも市場というものが、行きなさい。もう一つ質問して、どうぞ。さっき私たちが戦った時に語っていたことは、ああいう憎しみが、肯定的な返答をしたら、けどグレイ氏のかわそう、私は最初からさ、でもあなたは主観的な悪事に手を、私はあなたとは違う、彼女が離れたことは私に、今でも私でも否定の心で包囲、私にとって自分の守るべき相手、それに対して私は私がした可能性の、ではしばしのお別れをします。私の前で世に存在する造物はない。永劫不滅な何かがあるとすれば、それは私の中に沈んでいる。最後の扉を開けるといい。高潔で純真な魂、ようやくここに来たのね。ではもう一度自己紹介をするわ。火を追うが第2位、神河のエリシア。もう一つの肩書きはすでに分かってるのよね。けど本当の意味で第13律者の前に来た時ね、え、気分はどう？昔、彼女とここに来ました。雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいまし